河北町は山形県のほぼ中央部にある人口約1万8000人の町。かつては埼玉川周群の紅花の集散地として栄えた。現在はひなと紅花の里で知られる。また山形県の中で唯一町を町と読む。卓球の町として知られ、1971年の世界卓球選手権で優勝した女子団体チーム4人のうち、 大和田敏子と大場恵美子は河北町出身者である。冷たい肉そばが名物である。平安時代、石関家寮であった寒河荘の一部であり、鎌倉時代に入ると大江氏の流れを組む寒河江市が地頭として漁した。町内には八地八幡宮、溝延八幡宮が建てられ、寒河江八万宮と共に寒河荘三八万と称された。 大江氏の相続問題により来た、佐賀荘は、北条氏料や演学史料となり、南北朝時代中条氏料となる。中条氏は、八千条を築城する。中条氏が途絶えると、大江氏の流れを組む北方の土豪、白鳥氏が八千条に入った。城を中心に、今の町割が作られたが、もがみ義満によって、白鳥氏は滅ぼされてしまい、その後、 もがみ市海駅まで最上領となった。もがみ市が海駅になると八千城は廃城となり、河北町域は天領、新城藩領に分割統治された。うち、新城藩は八千市外北部までを領し、北口藩省を置いて、原河北町北部と村山市西部を治めた。かつては、紅花、青園集積地、最上川周雲の船着き場として栄えた。 新城藩の時代は、八地は、町方とされ埼上川西岸南部支配の大干所が、置かれた。紅花資料館となっている旧家の大きさ、町でありながら設置されたアーケード街、中心部の大きさなどといった点に、その残影を見ることができる。河北町民体育館佐派と紅花町内に、鉄道路線は通っていない。鉄道利用時の最寄り駅は、佐賀駅、または、 桜んぼ東根駅。以前、河北町に鉄道を延伸させようとした計画があったが、地主の農家から所有する田んぼの面積が減るという理由で猛反対に、あい計画が白紙になった。冷たい肉そば、ありがとうございます。